はい、今回は妖怪ウォッチ2で日野神の B メダルスキャンしてみたいと思います。ちなみに日野神ってボス妖怪なんで種族とか特にないですよね。妖怪大辞典見てみるとこちら、日野神無類の創造性を持ち、思いついたものを何でもすでに具現化しても神様のような妖怪。どうなんやろ。と小豚銀行にとりあえず移動して、B メダル、ボス妖怪メダル、妖怪ウォッチ2には対応してるみたいなんですけど、どうなんやろ。何もらえるかな。紫コイン、あ、紫コインもらえんの。はい、ちなみに大森山の大森神社に行ってガシャ回してみましょうか。紫色ってなんだっけ、ブキミーだっけ。日野神はブキミーってことなのかな。ほんじゃ、紫色の不気味な気配がする妖怪ガシャコイン、紫コイン使ってみます。なんか出るんかな。あ、普通のやっぱ紫コインやろうな。なんか5つ星コインとかゲットできたらいいのにな。妖怪ウォッチバスターズでは極連動できるんで、また妖怪ウォッチバスターズ購入してからスキャンしてみたいと思います。